見れば見るほどです。はい。いろんなことが起こっております。また皆さん方のお便りを見ておりますと、世の中そんな動きなんだなということもわかりますしね。はい。坪井食堂小高支店さんからいただいております医療法人特集会による選挙違反事件で、東京地検特捜部が親族の逮捕後初めて徳田虎雄前理事長を事情聴取しました。28日に昨日いただいたお便りですから、まだこれ新しいニュースとしてはね、はい、そういうことです。まあ、特集会の一番トップです。虎雄さんという方はね、捜査が進むにつれ、もしかしたら有名な政治家がドキドキしているかもわかりませんね。いかに病院経営が儲かるか、もう少し医療報酬を下げてもいいかと思いますが、とまあこの方はそういうふうな感想を持ちました。飛ぶんだシーランさん。あと私ね、離島ナースに興味があって、検索していたらというね、離島で働いてらっしゃる、その、看護師さんたちの様子とか、いろんなことがね、気になって、検索してたら、やたら出てきた病院が特集会だったんです。そっか、今話題のそこだったのか、ある意味残念だな、ということですね。これは私も前から言っておりますように、特集会には大変いいイメージを持っていたもんですから、今回のことはがっかり、というか、という、この方もやっぱり離島で一生懸命働く。医療におけるスタンスっていうのがね、坪井さんはすごくこう、いいなって言って。そうです。さっきもね、そんな儲かるもんですかということ、儲けようと思ったら、はい、人口の多い、金持ちの多いところでずっとやればいいわけで、ええ、離島なんかやったら儲かりませんよ。病院経営っていうのはね。でもそこを離島で、南の方の島は本当ほとんど特集会の病院があります。はい。はい。そういうところをきちんと医療をやっていこうという気持ちのあるのが特集会だったですね。はい、で、これも皆さんもご存知の方いるかもわかりませんが、医療というものというものは、国民がちゃんと平等に受けなくてはいけないと。で、特集会は、そういう医療の前では平等であるというのを全部前面に出しているとこだったんですね。はい。で、それは何に対してかと言いますと、今、僕らもそうです。医師会が大変強い力を持ってますよね。はい。はい。日本医師会。で、あれ、あそこまで強くしたのは、武見太郎さんっていう方がいらっしゃって、はい、その方の尽力でもって医師会が本当にですね、きちんと意見が言える、はい、社会的にも強い立場でいられるようなというところまでこう持っていったわけなんですが、うん、この人は喧嘩太郎と言いましてね、はい、もういろんなところと喧嘩してわーってやりながら医師会ってのは大事なんだというようなことで、これはもう僕もそれはいいことやと思いますね、はい、いろんな職業ジャンルっていうのは社会的にちゃんと地位を高めてあげるということはいいことですけども、そこまでガーッとこう高めていった反面ですね、武見太郎さんは銀座の一等地でもって病院を開いて、うん、で、保険ではない、実費診療というんですか、はい、もうとにかく金も、戦前で言うならば現役の大臣、それから政治家何々を優遇しますというのも、もう表に書いてあるぐらいの、そういう医療をバーンとやってた人なんですね。はい、で、その人が医師会というのを強くして政治にもこう力をこうぐっと加えていった時に、うん、そうではないという特集会のような人たちも、こういうもっと貧しい島とかいろんなところにも医療というのはきちんとやっていかなかんという、その過程においてはやっぱり政治の力を利用せんとあかんわけですよ、うん、うん、政治というものに働きかけて医療はこうなんだといういわゆる武見さんがやってきたアプローチの仕方もそれはいいかもわからない。で、僕らのようなそういう医療の前では平等であるぞというような気持ちも前面に出していくというのも、やはり政治の立場からやっていかないかんだろうという、最初はそういうところからのスタートやったと思うんです。どちらもこう同じことが言えるのは、うん、一つの既存のね、大きい一番の勢力の違うところっていうことで、うん、2番目とか3番手がこう上に向かって何か行動を起こすときに、うん、ある程度強引なとか、ある程度強い力でもって突破しないと打ち破れないんですけれども、そういうことですね、それを打ち破った先にどんどんそれが広がっていって、自分が一番上の組織
とか、うん、一番力の強い組織となった時に、うん、結局かつて自分たちがすごく苦労した頭の上の重たい、分厚い天井みたいなところにドーンと居座って、うん、下をこうねじ曲げてしまうみたいなところが、やっぱどうしてもあるのかなとか。そこへ行くためにはね、ちょっと強引な手法もいるのかな、はい、政治的な。だから今回選挙資金ですよね、だからさっきの方のね、あの病院経営って儲かるなということです。僕は反対に、あんな離島ばっかり作って、もちろん都市にもこうできていく、これから後で出てきます、はい、東京都にもいろんな認可事業ということで認可してもらわないかんことがいろいろあるとするならば、ちょっと知事とつながっていこうかというようなね、うん、その延長線上に猪瀬さんがいるとするならばですが、あんな離島にいっぱい作って、あれだけこうお金が潤沢に出るということであれば、経営的には、あ、ちゃんと言ってんだなと。赤字赤字赤字では特集会といえども絶対あかんわけですからね、うん、あ、そうか、そんな儲かってんのかという、僕はある意味一安心はしたんですよ、そこでは。はい。まあでも、目的が正しければ、手段何やってもいいというわけではないし、やっぱりね、その目的は正しかったんだって、まあ今回の場合がどうなのかって、私もそこまではっきり分析してないのは分かんないですけど、目的が正しかったんだって言って、いろんな手段がこうなっちゃったっていう言い訳も、本当にその目的そのものを本人が昔のまましっかり持ってれば、その手段間違えることってないと思う。だんだんやっぱ何かしらその目的がどっか形骸化して、うん、目的そのものもおろそかになってた上での、うん、過程なんじゃないかなって気がしますけどね。その要素もね、多分にあると思う、うん、はい、それからね、もう一つはね、徳之島がね、この人一番のルーツでしょ、はい、徳田さんですから、はい、徳之島はね、これはもうとにかく中央に向かってガーッとこうだんだん特集会が変質していったという言い方もできますけども、もともと徳之島でね、政治家とかね、そういうことをやろうとした場合ね、これニュースで見ただけなんで僕は言ったわけではないですよ、はい、とにかく立候補者が立つで、反対勢力が立つと、この立候補者には島のこれだけのこの公共事業とかいろんなことに関係する企業がバッとつくわけで、で反対の方にはそこから漏れた企業がバッとつくわけですよ。それで選挙やって勝った方の候補者の応援した企業がその人の任期中バーッと仕事独占ですよ、うん、これで反対側の押した人はもう冷や飯食いの時期がずっと続くんです、うん、だからもうとにかくこの選挙に勝たんと何にもできへんぞというような、だん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 上へ行って中央の政治に近づくに従って特集会が変わったという言い方もあるかもわかりませんが、一番のスタートのところのね、徳之島ってね、そういうものすごい体質があるところなんですよ。そこから出てった特集会ですから、良くも悪くもなんやらこういうようなことが、になってしまうのかなと。いうことで、そこで、呆れた坪さんも、ねえ、なんか、猪瀬さんですけどもね、選挙資金も追及されるのは、ブーメラン現象ですか、オリンピックもダーティーな印象になりませんかね、という、そしてその先に猪瀬さんが出てくるというところのお便りも、まあ今週たくさんいただいたわけでございます。